はい、みなさんこんにちは、ミカミックスです。ちょっとこいつに当たったら死ぬんで、幕末編続きをやっていきます。前回ここにいる最強コイキングに勝てなかったので、まあ、そのまま先へ進んでいきましょう。万全の準備をしないと勝つのは難しそうだな。で、どっから来たんだっけ。あ、そうだ、ここが隠し扉になってんじゃんってなって、あ、ここも隠し扉になってる。あれ、なんかいる。ここ別の牢屋だよね。鍵かかってるけど、地下牢、これ地下なの？なんか上登ってった気がするけど、いる。タッチがかわせるか。いや、かわす必要はない。ゴリ押す。忍びだけどゴリ押す。どれがいいんだ、手裏剣。あ、これか。これどっちかだよな。手裏剣に弱そうだな。なんか一個左行かないと無理か。お、いいね、これ。もらった。強い。許せ。おぼろ丸普通に強い。技覚えていくと超使いやすい。24人斬り。まだ4分の1もいってない。あ、待って、切れるやつは切っておきたいからな、こいつ。あれ、出してやろう。死への扉を開ける。お前はこのまま。めぐあ、めぐちゃった。なんかくれっかな。天むすくらいだったらあげていいや。ありがとうございます。うまい、うまいんだな、これが。うまい、うまい、うまい。もう一ついただけますか。じゃあ、あと一個だけ譲るか。いや、天むす3つになっちゃうか。ありがとうございます。うまい、うまいんだな、これが。断る。もう無理。やはり騙されんか。騙されたわ。完全に2つ騙されたわ。くそ、越後屋。お前も越後屋か。越後屋いたよね前。お前は手裏剣で切る。一刀両断されるより手裏剣でこういろんなところ刺された方が辛そう。小判持ってたか。まあ、小判と交換できたと思えば。てか小判って何使うの。蔵も行きたいんだよね。あ、ここにもいるじゃん。これこいつなんだ、外国人。地下牢の鍵、こいつらも切るよ。おお、エネミー忍者。普通にもう敵と認識されてるわ。あ、一体ですか、ベイリー。ちょっと手裏剣が効くかだけまず見る。あー、切りか。切りでも強いやつないからな。もうそのまま一気にやっぱり手裏剣でいっちゃおう。120くらいだったら、よし、倒せる。許せ。うん、ダメだな。大した経験値にならないな。まあ100人切って何レベルまで上がるかだよね。ナイス。お前はそのまま死んでいけ。強い強い。全部クリットか。お、ピラピラ袴。しかもアクセサリーだったな。アクセサリーかなりいっぱい装備できるからね。大したものじゃなくてもある分には全然申し分ないから。あ、2上がるな。全然いいわ。何にもなしだもんね。何にもなしっていうか、特に能力が下がるとかいうのもなく。え、あ、金の根か。どこから来たっけ。あ、こっちに行くんだ。こういうとこって裏行ける？ここはいけないか。いや、これ100人切りはもう絶対無理だな。自力で探そうとすると相当時間かかるぞ。あ、門番がいる。ん？お前も倒す。お、宝があるじゃないか。カロー。あ、しかも忍者も出てきたか。これは3人になる。
どこにいる？は？食材？ちょっと待って、カトンの術。もう一歩ちょっと行って、カトンの術で巻き込んでみよう。火には火を。許せ。倒した。ちょ、よくわかんねえわ。イザナギの巻物。なんか爆弾系じゃないの？28人斬り。上司がやられてもなお来るか。児玉青葉、お前も奴の後を追うがいい。カトンの術、こっちの方が早いな。無駄無駄。こいつ結構遠距離できるんだよね。北進一刀流が多分強いのか。あ、レジストかけられるわ。じゃあ普通にキロ、ひらいにゃー。こいつ何、どういうことか使ってんの。で、あと普通に切るか。全然いけるでしょ。忍び切り、ごめん。ギャッ、ダメだった。忍び切りの威力が弱い。じゃあ最後はもうレジストかけなくても、これはもう絶対大丈夫。3だったら、あ、そうか、これ拳銃か。おぼろ丸か。でもあと3、4回は必要だな、戦闘が。おっ、虎鉄。やあれ、なんかしゃがみ出したんだけど。やったぜ、鬼の剣士が使い込んだ刀。それより虎鉄の方が全然強いんだけど。鬼の剣士の弱えな。あれ、これ何、これなんかなんでこいつ ここに行くと伏せるんだ。これこっちとかない、ないか。下とか行けない。あ、行けたわ。宝がある。女がいる。キャーキャー、箱入り娘。イザナギの巻物って、かイザナギの巻物ってなんだ。爆弾系のあれじゃないかな。投げるやつってこれ爆弾系なんだよね。あった、味方全員のヒットメイト大回復。すげえ。もうどうせ100人切れないから、お前は見逃そう。こんな箱入り娘、命拾いしたな。お、こいつ眺めてんのか。箱入り娘はただ眺めるだけ。それで満足か、藩士。なんていうのかわからん。あ、耐性じゃなくて弱点か。箱入り娘の夢を見ながら散るがいい。あれ、これあそこに置いてあるのなんだ。お、またいる。お、いっぱいいる。これでさすがに3人倒せばレベル上がったろう。改造もらった。何、結構ミスったな。許せ。ウィークじゃなければ倒せなかった。あ、天むす手に入れた。あいつの夜食か。32人斬り。これは1体ずつかな。あ、倒せて多分なんか50人くらいしか倒せなさそう。ふっ、読めない。もうそろそろ読めないやつらが出てきたな。あ、間違えた間違えた。手裏剣、手裏剣なし。うん、ヒット数がちょっとよろしくないな。あと1匹あいつを倒せばレベルが上がる。小倉よしほ、そこか。217、許せ。よし、レベルアップ。いいねいいね、素早さめっちゃ上がったわ。忍法かまいたちか。というかさ、どこ行けばいいんだか分かんねえんだけど。あれなんだ、鳥天だ。あれ、おなごが寝てる。下行けそうだよね。お、お、いけんじゃんいけんじゃん。
こいつなんだマジで。なんだオカメ。何すんだ。戦闘になったんだけど普通に。これ完全にさ男だろ。かまいたちって何。ちょっとやってみよう、まあ、弱点とかないから110。どうなんだ普通に切るか。北進導流でなかなか人々はとろける愛ゲ。まあ手裏剣がやっぱり使いやすいかな。手裏剣乱視ゲ。全然当たんねえ。素敵な殿方。やべやられる。しかし切る。めちゃくちゃ強いんだ。早い。やられるぞ。やられた。なまったぜよ。15だったらでも手裏剣何発当たれば全然大丈夫だな。手裏剣はやっぱりかわされるときついのか。とはいえすごい経験値を持っているわけではない。愛とは耐えることなんだぞ。なんだあれ。何人斬りとかない。そういうやつかこいつは。まあ確かに全員その何人斬りに含めちゃうと。あれなんだこいつ。まだいるんだけど。やべえ。死んでなかったってことか。ちょ待って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 、これこそ隠れ身の出番だ。早く後ろ向け。後ろ向いた瞬間逃げる。あーちょっと今危なかったな。これこっちまで来るあいつ。それはさすがにない。マップ移動はしてこないか。いや、やべえやつを呼び起こしてしまった。なんかランダムとかで現れそうだな。こいつなんだ。え、なんか変なローラースケートみたいなの乗ってたぞ。もう合言葉とか正直どっちでもいい。あ、どっちでもいいって言ってもあれか。戦う。うわ、いた。後ろ向いた瞬間に逃げる。あれ、おなごだ。おなごどうする。これ弱いんだよね。持って手裏剣テンプルス。横に何か書いてある。ゴエモン参上。ゴエモン助けたよね。あ、こいつに恵んであげたってこと。もしかして。すまん、パクってしまった。あ、なんだなんだ。全然話さない限り大丈夫これ。どけ、邪魔だ。これこっち行けんな。また行ったんだけど。いや、ここ行ってないな。黒くなってるってことは行ってないぞ。で、屋根裏。あ、これロープか。あそこに宝箱がある。ちょっとあれを回収しよう。お、マジか。そういう罠。一定時間。これなんか危ないよね。お札行く。よし。あ、でここも行かなきゃいけないのか。これは次だな。はい。これさ、後ろのさやつだけ落ちたらどうなんの。あ、危ねえ危ねえ。これは危ねえな。風魔手裏剣。あれ、これ下行けるね。行っちゃったよ。下に降りますかみたいな表示も出なかった。むむむ、どこ行けばいい。これ行けそうじゃん。あいつがいる。出てきた。過労34人も来てる。この足も切るか。勝負。これも定めか。カロはもう戦闘する力が残っていない。そのまま燃え尽きよう。
99で死ぬときとも大して強くないからね。イザナギの巻物35人。あれまたちょっとなんか孫いるな。どうしよう、おなごだよね。腰元、え、それだけ。こっち入るかとりあえず。あ、宝箱いいね。風神の巻物、これ忍術が普通に道具として使えるっていう位置づけでいいのかな。またお前いいのかよ。どこにも出てくるんだ。ちょっと左から行くか。なんか右の方が目的地っぽいから。おお、金元、今は、え、倒せない。これなんか下に多分あるやつが隠し部屋っぽいけど、この下の変ななんていうの、通気口みたいなやつ。いやー全然わかんねえとこに出てきたな。広すぎるわ。え、魔物みてえなのがいいんだけど。マジか。しかも現れたし。こいつ経験値稼ぎにはなりそうだね。じゃあ、いや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 、多すぎだろ。あ、なんかいるな。まあ、ただちょっと待ってね。一番いいやつこれだって。いや、簡単だな。強くね。反撃爆発、やべえ、これやべえやつだ。うわ、いや、これやべえ、マジでやべえ。死ぬやつ、やった、これはマジでやばい。これは逃げるか、逃げらんねえ。いや、あ、でもさ、これ攻撃しない限りは大丈夫か。テンムスカステイラ、いやー、カステラ2つしかねえな。どっちかっていうとイザナギの巻物、いや、テンムスだな。これをこいつは攻撃してこないっていうことを祈ろう。テンムスでまあまあまあいけるから。あ、解放者使ってきたよね。41か。マジでなんだよこれ。で、手裏剣で、あ、あいつ当たんねえわ。で、こいつ倒すも仕掛けも30。いや、マジそういうこと。いや、これ終わったわ。うーわー、マジか。これあれなんだよね、セーブポイントからやり直しなんだよね。ちょっともうどういうルート通ってきたかわかんねえんだけど。やられました。スキップしますって思ったらオートセーブされてた。あぶねえ。いや、これ、えっ、ー、風神像、あ、怒っちゃったよこれ下に。ちょっと待って、落ちんの、これどこまで落とされる。変な牢屋に落とされたんだけど。こいつ死んだだろ確実に、あの高さから落ちたら。いやー、死ぬかと思ったぜよ。なんで生きてんの。鍵はあるよね正直。あ、これここか。ちょっとだいぶ戻された感があるな。でとりあえずじゃあ進む方向にも進んでいっちゃおう。寄り道とか気にしないで、ひたすらに。こいつはもういいや。脅威ではない、脅威犯。あれ、ここ来たっけ。あ、来たな。ここ下行けんな、出れんな。あれ、調べ、あ、そうか、あ、縄文の鍵、ムー所得か。え、くらい来たよ。じゃあ、あれ、お前らいんの。
あいつ助けたからもう一番上天守閣が目的地になってんのか。本丸断る断る。今さら気づいたのか。スケゾ禁止。もうお前らなんか雑魚だ、燃えよ。カトン使いやすいマジで。許せ。天むす。囚われの男がもうそろそろレベル上がりそうだな。ここ本丸に来て、いやでも食らってなんかだいぶ戻るからな、まあ、切れるやつは切っていく、そういう方針だから。おなご以外五郎カトン何生きてるか。やつの方が早いな、切り落とし。なんか2人になったのだいぶ安定すんな。こいつにゃかなわんき。撃ち漏らした。おいいねいいね、天むすが手に入る。さてこのまま戻って、本丸御殿超いっぱいいるんだけど。おお、おなごおなごおなご天国。でここまで来て、でこっちの方だったよね、なんか蔵って。よしよしよし、これ蔵でしょう。蔵の鍵。お、やったやったやった。すっげー怪しいんだけど大丈夫か、これ罠じゃない。まあいいよ、正面から行くか。バカめ、やはりか。我らが密会所と知っての潜入か。これ後ろからさ接触したらなんかあるとかってどうなんだろう。弱点なのこちら。殴るか、これ耐性があるな。殴りがない。敵の能力下げるんだ、これにしよう。殺人強い。あれまだいるか。まあこれは倒す。しようかな。これだって1体ずつだもんな。まあ、いや1体ずつ確実に倒すか。カーマイたち、カーマイたち。いいね。でじゃ近づこう。なんか技覚えないのかな。ひわいにゃ。ちょっと火力にかけるけど、まあそれでも仲間がいるというのは心強い。26だったら手裏剣で勝てできる。ゲッ、危ねえ。天むす41人。まだ来るか、多すぎだよ。でもここでだいぶ稼げるね。これはもうちょっと効率よく畳んでいこう。火炎放射4人食らっても大丈夫ですよ、全然生き残れるよ。こいつちょっと危ないかもしれないけど松風から始末する。ひわいにゃ。これなんで俺レジストなんだ。なんかさそういうやつ装備してたっけ。なんか水神の旅みたいなやつが炎カトンの耐性があるのかな。あ、撃ち漏らした。忍びに大丈夫だ。囚われ、囚われの男ってなんか名前ないの。
カウント許し通せ。よし、レベルアップ。地味にはわからん。風魔手裏剣。何にも覚えない。45人。いや、これでようやく。え、チカロウの鍵って持ってない俺。ここでもチカロウの鍵が手に入るよっていうこと。じゃあちょっとまた先へ進んでいくか。もう来た道をガンガン向こう。はいはい。あれ？俺ここ来てないんだっけ？倒したやつはもう絶対死んでるからね。生きてるってことは倒してないってこと。確かにオナゴ部屋とか見てないからな。ちょんまげ46。これ宝箱じゃないの？宝箱じゃね。てか名もなき男さ、何装備してんだっけ。あ、なんか装備させたんだよな。ちょんまげ装備させよう。防御上がるわ。てか全然あれだな。あ、ちょっと待って、アクセサリーなかったっけ。なんもねえ。こっちも行けねえ。部屋も通じてないってやつがいる。これ後ろ行け。あれ、これ多分あれだよね。一回来たよね。ここは来たんだって。こっからどんどん進んでいっちゃったんだ。邪魔邪魔邪魔。で、ここおなご部屋で、ここじゃ行ってないってこと。いや、いるな、いっぱいいるな。カロー、くせ者か。くな、くな、なんでさ、みんなで来ないの。しかも、その宿題にヒットポイントがよくわかんないんだよな。その前に肩がついちゃうから何の意味があるのか見出せる前に。こいつイザナギの巻物持ってるのは超いい、貴重。二人で来い、めんどくせえから。来た、二人で。で、カトンでちょっと二人入れて。カトンの術。いえ、マジで。何？マジで何で。いいか。北進一刀。北進一刀って誰だっけ。何こいつ。やるぞ、かなりやるぞ。ちょっと一人ずつ確実に倒すか。じゃあかまいたちで。てか上狙えばよかった。あいつがメーター溜まってるわ。特進刀流って誰だ。いつにゃかなわんき。デバフ、うん、で、かまいたち確実に倒す。マイル49。これ後ろ行けそうだな。だよね。登ったことはある。なんか青くなってると多分一回行ったとこだよね。お前も倒す。山、今なんだっけ。芋。適当に答えとけば大丈夫。でも芋とかさ、ダメなやついたよね。かまいたち、かまいたち、もっと後ろからやればよかった。近づく必要なかった。割とギリギリだな。なんだかんだで経験値も溜まってきた。連戦があったからな。ようやく50人。え、ここもなんか寝る体勢になるよね。普通に進むか。こうこうで、こうのこう。あ、でもこれあれか、上から行かないと。ここそもそも空いてなかったのか。今川が本、どこが本殿だっけ。登れんな。開いてる。
鍵がかかっている。え、なんだこれ、蔵、蔵だ。なんだ、すげえいっぱいあるけど超怪しいんだけど、ちょっと話そう。いや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 、もう魂を抜かれてんのか。え、お、今日今お前を成仏させてやる。仮装すっげえ、体勢がすげえ。仮装ってあの火でもすげえ引火したんだけど。裏飯よ。中レジスト、うお、ドクター、うわ、めちゃくちゃ下がった。切れるか。88、押さえ回りな。安らかに眠れ。仮装することはできなかった。許せ、許し通せ。おお、許してくれ的なことを言っている。なんなの。ちょっとこいつは全員倒してここの宝かっさらうか。あ、でもあいつ確かに何人切りに入んなかったな。まあそりゃそうかって感じだけど。人玉って水に弱いんだっけ。もうどっちでもいいや、倒せるし。いや、こいつ結構いい経験値持ってる。やっぱり人玉稼ぎは全然ありだな。これもし誰も切らないっていうのにメリットがあるんだったら、誰も切らないでその幕末戦クリアするっていうのを人玉で稼ぐ感じだな。すげえいい経験値持ってるもん。10レベル11レベルくらいまでだったら少し時間稼げばいけるっしょ。多分この人玉マップ切り替えすると復活してそうだし、ちゃんと用意されてんね。さすがに初期レベルでクリアとか無理だからな。稼ぎポイントは用意されているということで、これでレベル上がるでしょう。おぼろ丸10レベル、よし、もう本当にクリアレベルだよ。修羅の院、なんかすげえの覚えたな。で、宝、イザナギ、いいね。小判、横にない、五右衛門三条。小判がマジでかね、ちょんまげとか源氏の旅、五右衛門三条。これ何、五右衛門を助けたからここに入れてくれたってこと。ちょ、源氏の旅とか自分で装備する。あ、推進の旅か。これなんだ、説明とかある。防御上がるけど素早さめちゃくちゃ下がんな。じゃあいっか、なんも。あ、足、まあ裸足でいたのか。足痛かっただろ。源氏の旅をやろう。これで一応全部揃ったな。こいつしかも現実シリーズ装備してる。悪のそろばんどうなんだろう。あ、でも特攻使ってるからな今俺。ちょんまげどう。あ、特攻わかるじゃん。あ、俺そもそも頭装備してなかったわ。忍びがちょんまげってなんかさ似合わない気がするけど。というところで、じゃあちょっと蔵を漁りましたので、まあ次くらいに本丸の方に突入していけたらなと思います。もう100人切りは無理だね。でも半分以上は今のところ倒せてるんで、まあまあまあクリアレベルにもなってるような感じではありますので、このまま突っ込んでいこうと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。